神のご加護があらんことを。ご協力お願いします。お気をつけて。いらっしゃ。ありがとね。おう、また来てくれよな。この先が回転神殿のようですね。あそこへ行って試練を受ければ一族の力ってやつがもらえるのよね。しっ、誰かおるようじゃぞ。ん？ひょっとして敵かしら。でもまだ私たちに気づいてないみたい。やっつけるなら今のうちよ。その必要はないわ。姫様。マーニャ、マーニャでしょ。アリーナ、あらクリフトまで。あんたたちどうしてここに。それはこっちのセリフですよ。マーニャさんがなぜこんなところで踊っているんです。それが私もよくわかんないの。どうやって来たのか全然思い出せないんだけど、いつの間にかここにいたのよ。で、誰も来ないし帰り道もわかんないでしょ。だから暇つぶしに踊りながら神頼みしてたってわけよ。ハンサムで大金持ちで世界を作っちゃうような勇者様が私を迎えに来てくれますように。で、もしかして勇者様？ごめんなさい、私お金持ちじゃないわ、うん、女の子にハンサムっていうのもね。この方はこれから試練を受けて世界を救うための特別な力を授かるんです。正真正銘の勇者様ですよ。どうしようかな。けどこのままここで踊ってるのも退屈でしょ。私たちと一緒に行きましょうよ。マーニャがいれば百人力だもの。姫様のおっしゃる通りです。マーニャさんほどの魔法の使い手ならば必ずや皆さんの助けとなりましょう。でもね。勇者様のそばにおられるのはなんとこの世界の国王様です。マーニャさんが勇者様を助け、あれで世界が救われれば、おそらく大変なご褒美をくださるのではないでしょうか。え？ん？わしは勇者ではないぞ。ハンサムなただの王様じゃ。片っ端からやっつけていくわよ。やっぱりこれって運命的な子で、あ、じゃなくて出会いだと思うの。もちろん協力させてもらうわ。リバーラス、行くわよ勇者様。とっとの試練を片付けて正解を振っちゃいましょう。ちょっと待って。
けど、この世界にもカジノはあるのかしら。今のところ見たことないわ。ここにはないのかもね。やっぱりないか。がっかり。とマーニャはなんとなく似てるでゲスな。気が強くて魔法も強力で、どっちも美人でナイスバディって。そうね、なかなかいい勝負かも。私にはそれに加えて踊りがあるわ。どんな男も釘付き。新手か。雑魚が何匹来ようが同じだ。へえ、なかなかのハンサムね。でもまだちょっと子供かしら。なんだ、用もないのにジロジロ見るの。そのひねた物言いも可愛いよね。今のうちに唾つけとこうかな。何をするつもりだ。妙なことを企んでるなら俺にも考えがあるぞ。どんなこと考えてるのかお姉さん知りたいわ。教えて教えて。一丁上がりね。